人生にサプライズをまこなりです。この世界には2種類の人間がいます。一人ぼっちを最高の時間に変えられる人間と、一人ぼっちはいつも変わらない退屈な時間を過ごす人間です。あなたのぼっち時間は充実していますか？何をやっていいかわからないという方はこの動画を必ず最後まで見てほしいです。友達はいらない、必要なのは仲間だと語りすぎて誰からも誘われなくなったこのプロぼっちことまこなりが、一人の時間に何をすればいいのか具体的にお伝えしていきます。私は22歳から1日も休まず仕事ばかりの人生でした。働いて働いてもう限界だ、今日はもう休もうという時に訪れる一日の終わりの束の間の休息、誰かを誘う時間なんてない、そもそも誘う相手がいない、そんな中一人でいかに人生を充実させるかを考え続けてきました。今回の話は特にいい年こいた大人に聞いていただきたい。一人の時間をいかに充実させるかは年を重ねるほど役立つからです。なぜなら人間は年を重ねるごとに家族ができたり部下ができたり関わる人が増えていって、一人の時間の希少性が上がっていくからです。誤解しないでください。私は自分が友達がいないからといって人類全ての人をぼっちにしようとしている悲しきぼっちングマシーンではありません。むしろ逆、一人で過ごす時間を充実させることでこの世界の人間関係をもっと良くしようとしています。人間は社会的な生き物で、どんなに一匹狼の人でも他者から認められたいという本能があります。身近な人と直接会って良い関係を作っていくことも大切です。でもだからといって仲のいい人といつも一緒にいても良い関係は作れません。むしろいつもいつも一緒にいると慣れ合いと惰性で関係が悪くなります。聡明なあなたはお気づきですね。一人の時間を充実させられるからこそ他の人と一緒にいる時間を楽しめるんです。一人を楽しめない人間は複数人でも楽しめない、まこなり。今回はプロぼっちの私が実際に一人でやっている最高の一人時間の過ごし方をお伝えしていきます。行こうぜ、ぼっちの向こう側へ。最高の一人時間の過ごし方第10位、マーラータンを自作するカプサイシン配。冷静に考えるとマーラータン作るしかないんですよ。自宅で一人で過ごしますよね。でもずっと体操座りでスマホで YouTube 見ててもつまんないですよね。でもかといって外に出るのもめんどくさいじゃないですか。自宅でいながらテンションぶち上げたい、お酒を飲むのも一つの選択肢ですけど、お腹空きますよね。何食べるんですか？一人で食べてテンションぶち上がるものは辛い食べ物でしょう。人間の脳壊れてるんです。辛さ、つまり痛みを感じると、その痛みを沈めるために気持ちよさを感じる脳内麻薬がドバー出ます。ベータエンドルフィン、ドーパミン、辛いもの食べるために気持ちよくなる。頭おかしいですよね。痛くなったのが元に戻ってるだけで何も得てないんですよ。マイナスがゼロになっただけなのに、自分で痛い思いをして勝手に気持ちよさを感じてる。これって自分で首を絞めて、気持ちいい、同じことやってるんですよ。どんなに私たちの体がバグっていてももう変えることはできません。辛さで感じる痛みっていうのは熱いものを食べた時の痛みと同じなんです。ってことは熱々かつ辛いもの、最高のカプサイシンハイを感じることができるってことなんですよ。カプサイシンは辛み成分ね。さらに言うと、辛いものを食べた時に出るベータエンドルフィンっていうのは、甘いものとか脂っこいものを食べた時に出るうまい、最高っていう気持ちにさせる物質と同じなんです。つまり脂、塩分、旨味と辛さがタッグを組むことで食べ物が何倍もうまく感じるんです。もう辛いもの食べるしかねえ。あなたが興奮するように辛いものの映像を出しておきます。辛くてうまいものたくさんある。ホワジャオの効いた熱々の麻婆豆腐、米と一緒に行きたい。濃厚なココナッツミルクのグリーンカレー、くー、仕事中に水代わりに飲みたい。中本のカップ麺、次の日お尻が爆散すると分かっていても食べてしまう。残念なお知らせ、辛いものギルティ、太る。一人で家にいて運動も大してしてないのにハイカロリーなものをバクバク食べていたらエンゼルクリームのような体になってしまいます。何かないのか、辛くて美味しくて太らないもの、家でも作れるめっちゃ美味しいやつあるよ。マーラータン。マーラータンであれば自分の好きな肉や野菜を入れることができる。マーラータンの具材何入れても美味しいですから、レゴブロックでも美味しいです。え、私のおすすめですか？困ったな。一つ選べって言われたら春菊かな。スープ割と簡単に作れます。揃えるものはこちら、ウェイパーもしくはソーミシャンタン、ニンニク、生姜、ホワジャオ、唐辛子、豆板醤。麺はマロニーがおすすめです。ここまでの材料は割と見慣れたもの、一つだけ珍しいものを使います。五香粉、これがあると超本格的な味わいになります。スーパーに行けば置いてるんで買っといてください。分量はね、ぶっちゃけ大体でいいです。ニンニク、生姜多少多くてもどっちにしろ美味しいから大丈夫。調味料、味を見ながら調整してください。油の敷いた鍋にニンニク、生姜を入れて炒める。香りが立ってきたらホワジャオ、ホワジャオ最後に振りかけてもいいです。唐辛子、唐
板醤、豆板醤の香りが立ってきたら水で溶いたウェイパーもしくはソーミシャンタンをぶち込む。でここで登場するのが五香粉、こいつを入れておくと本格的な味わいになる。15分煮たらスープ完成。マロニーは別で茹でるのがおすすめです。具材は一緒に煮込んじゃおう。丼、マロニー、スープ、具材、ドバーン完成。作るの超簡単で、簡単なのに野菜たっぷり、低カロリー、絶望的にうまいです。一人のいいところって自分の好きなものを好きなだけ食べられることです。ぼっちでマーラータン作るともうやりたい放題、好きな具材好きなだけ入れられるし、自分のお好みの辛さに調整できる。特に私のぼっちレコメンドポイントは、汗びっちゃびちゃになりながら食べても全く気を使わなくていいこと。汗かいてる時って結構周りの目気になりません？夏の体育館かよっていうぐらい汗びっちゃびちゃになって、スープを最後の一滴まで飲み干してそのままさっと水シャワーを浴びに行く至福、最高の一人時間ですよ。ぜひあなたの一人時間にマーラータンを自作してください。行くところまで行けます。最高の一人時間の過ごし方第9位、寝る前 20ml のウイスキーストレート、禁断のナイトキャップ。忙しい毎日、寝る前に生まれた短い一人時間、リラックスしたい。手っ取り早いのはお酒だけど、寝る前にお酒を飲むと睡眠に支障が出る、パフォーマンスが下がるのでやりたくない。もう何よりも健康を第一にするんだったら、今言ったようにお酒なんて飲むべきじゃありません。けどそれでもなんとか飲みたいというあなたにおすすめ、ウイスキーストレート 20ml。 え、寝る前にウイスキーアル中じゃん。違います。寝る前にお酒を飲んじゃいけないと言っても、要は程度問題です。寝る時にアルコールが分解し終わってたらいいんですよ。ウイスキーのストレートは 20ml であれば1時間で分解が終わります。ただこれは個人差があるので、あくまで目安です。全員にはお勧めできません。でウイスキーストレートってめっちゃ強いって思われるんですけど、それは一気飲みするような変な飲み方のイメージを持ってるからです。私は昔ウイスキーバーの店主に教えられました。ウイスキーはむしろペースダウンになるんだよと。角杯メガチョッキをグビグビ飲むような飲み方だと、どんどん血中アルコール濃度上がっていきます。けどウイスキーのストレートはチビチビやるものなんで、むしろアルコール摂取量下がります。あくまでチビチビやればですけど、ウイスキーはねやっぱりストレートですよ。ちっちゃいワインのテイスティンググラスのようなものがあればいいですね。私はこういうテイスティンググラスをいつも使ってます。で、20ミリこのくらいです。私はこの量を寝る1時間前までに飲み終えるんであれば OK としてます。ウイスキーの種類は、私だったらピートの効いたスコッチがいいですね。ラフロイグとかカリラとか、苦手な方はジャパニーズウイスキーでいいでしょう。カクとかアオとか、ニッカフロムザバレルもおすすめです。最高ですよ。風呂上がりにソファーで少量のウイスキーストレート、この香りを嗅いだ瞬間ね、きたーって感じ。一口少量口に含んで、舌の上でゆっくりとウイスキーを転がしていく。そうすると鼻から香りが抜けていって、多幸感に包まれる。ウイスキーストレートってもう飲む香りなんですよ。特にこの一口目が美味しくて、全てのストレスが吹き飛びます。注意点としては、おかわりしないこと、お酒弱い人は気をつけること、寝る1時間前には飲み終えること。大前提として健康習慣ではありません。お酒は飲まない方が健康です。だけど健康になるためだけに人生あるわけじゃないですから、極上の一人時間の選択肢として寝る前20ミリのウイスキーストレート楽しめるようになってください。最高の一人時間の過ごし方第8位、足つぼマッサージに行く。上半身フリー、タイに行くとびっくりします。15センチ刻みでマッサージ屋さんあります。しかも1店舗に100人ぐらい女性が働いてます。めっちゃ安いです。日本の3分の1、5分の1の価格です。当たり外れ死ぬほどあります。外れの担当者に当たると、マッサージ中ずっとくっちゃべりながら両足の指全部折られます。バキ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 、あー。でも当たりの人だとめっちゃ気持ちいいです。私足つぼマッサージに行く意味全然分かんなかったんですよ。だってせっかくマッサージ受けるんだったら全身の方が良くない、なんで足だけって思ってたんですけど、間違ってました。足つぼマッサージの最大の魅力は上半身がフリーなことです。スマホやタブレットを操作できる。完全にリラックスした場合は寝れた方がいいんですけど、こう積んどくしてた本を読んだり、仕事の連絡を返したり、だらーっと動画を見たり、完全にオフになることなく、まさに見たまま半分オフの状態でくつろげるのが最高なんです。慣れてない人は足つぼ痛いです。こうバラエティ番組であるようなものすごく痛くする人なんてほとんどいませんけど、基本的に痛いです。けどそれが気持ちいいんですよ。最初はイテテテってなって、あ、もうちょっと弱くして頼もうかな、どうしようかな、けど弱虫と思われたくないなみたいな葛藤があるんですけど、え、私だけですか？この痛みにも慣れてきて快感に勝っていく。イテテテ痛い、気持ちいい。痛みという名のご褒美、極上のリラックスペイン。私はまだ仕事が残っているけど、どうしても疲れてしまってオフィスで作業できないなっていう時に、足つぼマッサージに行ってスマホで連絡を返しながら痛みという名のご褒美をいただいてます。一人の時間リラックスはしたいんだけど、完全にだらけてしまうのは嫌だなっていう人、今すぐ足つぼマッサージに行ってください。
最高の一人時間の過ごし方。第7位、観葉植物巡り、運命の出会い。家に観葉植物を置きましょう。部屋に緑があると気分がいいです。植物を育てるのは舐めちゃいけません。生き物よりは楽だけど、ちゃんと向き合わないと枯れます。水足りてるかな、日光足りないかな、根腐れしてないかな、そろそろ葉っぱ減らした方がいいかな。そうやって植物と向き合ううちに育まれる愛、そんな愛情を注ぐ運命の観葉植物との出会い、それはつまりディスティニー。サクッとネットで無難なパキラを買うのももちろんいいです。この後ろにいるパキラ、私が 7,8 年前になんとなくアマゾンでポチったパキラです。今も現役で、私思うんです、観葉植物の醍醐味は観葉植物を置いているお店でビビッとくるパートナーを見つけること。同じ種類であっても形全然違います。一つ一つ個性があるんです。まるで美術館で絵画を鑑賞する時のように、一つ一つの植物とじっくり向き合い続けること、君に決めたと思える運命の出会いは実現します。お店でしっくりくる観葉植物を探すのは楽しいし、どう育てればいいのか店員さんに質問することもできるので、買った後も楽です。その場で持ち帰らずとも配送してくれます。じっくり自分のペースで植物と向き合うためには、あなたは一人じゃないといけません。今週末はお近くの観葉植物のお店に足を運んでください。初心者が育てる時のアドバイスです。たくさん日光が当たる場所に置きましょう。日光不足で枯らしちゃう人多いです。最高の一人時間の過ごし方。第6位、ネカフェで10巻以内で読み終えられる漫画を一気読みする。借りるかこもるか、一人でしかできないことをやりましょう。映画やドラマは誰かと見れる。でも漫画を誰かと一緒に読む人はいません。自分にとってぴったりなペースがあるからです。ちなみに私は漫画読むの異常に早いので、ハンターハンターじゃなければ5分で読み終えます。それはさておき、皆さんまだ読んでない漫画があるんじゃないですか。でも今更ワンピース全巻読めって言われても、今更キングダム読めって言われても長すぎるよ。大丈夫です。長編の王道は後回しにしておきましょう。そんなことより絶対に読まなきゃいけない作品が3つあります。どれも10巻以下です。この3つで読んでないのが1つでもあれば、私が漫画を持っていきます。シンプルにいいやつです。私が家に来たら迷惑だという方は、次の2つの行動を取らなきゃいけません。1つ目、ネットカフェにこもって一気読みする。最近はネットカフェじゃなくてもスーパー銭湯に漫画コーナーがあることもあります。そういった場所でもいいです。2つ目、紙の漫画をレンタルする。だいたい買う4分の1ぐらいの価格で2週間レンタルできます。家でリラックスして一気に読みたいという方は紙の本のレンタルがおすすめです。じゃあ何を読めばいいのとじらしてすいません。1つ目、地球の運動について。頼む、これだけは読んでくれ。ここ数年読んだ中でダントツ一番面白いです。私この漫画大好きです。ざっくりどんな話かっていうと、舞台は15世紀のヨーロッパ。その当時は地球が中心で、太陽や星は地球の周りを回っていると信じてました。神が地球や人類を作ったんだから地球が中心だよねと。でもそれは違うんじゃないかと、地球が中心じゃないんじゃないかという地動説を提唱しようとする人々がいたんです。地動説を主張すると異端者と呼ばれて、残酷な方法で拷問処刑されてしまいます。そんな世界の中で地動説こそが世界の真理であると、周りは敵しかいない中で、この世界にはたとえ死んだとしても追求したい真理がある。真理を追求するためならどんな拷問も死ぬことも恐れない、そんな激アツな人間たちの物語、読むしかありません。地はアニメ化されます。 100% 面白いです。でも漫画も必ず読んでください。絶対です。読まなきゃいけない漫画2つ目、ブルージャイアント。世界一のジャズプレイヤーを目指すまっすぐで熱い主人公の物語。漫画のはずなのに音聞こえます。絵を見てるだけのはずなのに主人公たちがジャズを演奏する迫力が凄まじくて聞こえてくるんですよ。ブルージャイアント映画も公開されて動画配信サービスで見れます。これも必ず見てください。私は映画館でスプリンクラー誤作動したのかと思うぐらいバシャ泣きしました。でも漫画読まなきゃダメ、絶対ダメ。映画は素晴らしいんですけど、第1部が時間の関係で省略されてます。映画の話から続きも出てます。だいぶ先に行ってます。この漫画の素晴らしさはもう主人公の熱さなんです。一切信念曲げない、世界一のジャズプレイになるということを一切疑わず、毎日ボロボロになるまで練習を続ける主人公。どんな困難が訪れても、周りが絶望に打ちひしがれる瞬間でも前だけを見てる。俺は世界一のジャズプレイヤーになる。そのまっすぐすぎる姿に主人公の周りの人たちが変わっていくんです。かっこいい、こんな生き様でありたいと読むたびに勇気をもらえる素晴らしい作品です。まず地とブルージャイアント、必ず全巻読みましょう。で、読み終わって3つ目、これは地の作者がもっと前に出した作品ですけどおすすめできます。 100M、 これはね全5巻、タイトル通り短距離走に挑む主人公の栄光と挫折の物語。この作品もまた熱いです。熱い熱い、なんか少年ジャンプみたいなうおーっていう熱さじゃないんですよ。修行するぞ努力って感じじゃなくて、もちろん努力の姿もあるんですけど、もっと生き様、価値観、信念、心の動きにフォーカスが当たってるんです。だから主人公たちに感情移入しちゃうんです。登場人物
たちがふわふわしてない、自分の人生観価値観をしっかり持って生きている、でも様々な挫折や困難の中で自分の信じていたものが間違ってるんじゃないか、自分はこれでいいのかと葛藤を抱えながら前に進むんです。その姿が熱い。もう 100M は何といっても最後の最後ですよ。全5巻の最後の最後まで読んでください。私が読み終えた時の様子やります。あと3ページ、あと2ページ、ラスト1ページ、うわー、うわー、あなたもこうなる。最高の一人時間の過ごし方第5位、家中の配線を整えるケーブルアート。ご存知ですか？配線の整理はめっちゃ楽しい最高のエンタメだということを。家の片付けにおいて一番厄介な宿敵、ケーブル配線。今の家ってシンプルに電化製品多すぎません？どいつもこいつもチュー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 電気吸いやがる。コンセントの場所限られてるって。でも大丈夫、俺たちには延長タップがある。延長タップからのタコ足、タコ足だからこそまた延長、タコ足、延長、タコ足、延長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 。複数のケーブルは綱引きでもやるのかっていうぐらいねじれて絡まってしまってる。ダメだこのケーブルたちを早くなんとかしないと。でも電気は必要だからいじれない。ああどうしよう、そもそも整理の仕方がわからない。ああどうしよう、整理する、しない、整理する、しない。スピナリです。見えます、あなたの家の配線ぐちゃぐちゃですね。家の配線がカオスのあなた、幸運です。これから最高のエンターテインメントを楽しむことができるんだから。配線の整理はいわば極上のパズルゲームかつアート制作。綺麗に配線が整理された時は人生完結したと思うぐらい気持ちいいです。整理整頓して気持ちいいだけじゃ終わりません。毎日家に帰ってきて整理された配線を眺めるだけで気分が良くなる。こんなに楽しい遊びがあるでしょうか。次のお休みはあなたの家のケーブルを徹底的に整理しましょう。どうやっていいかわからないというあなたにコツとおすすめの整理アイテムをご紹介します。紹介する商品はすべて概要欄に貼ってます。この動画さえ見ればあなたは配線整理という極上の時間を過ごせるんです。いきますよ。延長ケーブルはケーブルボックスに隠す。延長ケーブルどうしても必要になると思うんです。あれは見せちゃいけません。延長ケーブルが見えるところにあるのは上裸でスクランブル交差点歩くより恥ずかしいことです。ケーブルタップが収まるサイズを買いましょう。コンセントの穴を隠す。コンセントの穴丸出しは鼻毛丸出しと同じ。一番ダメなのはあそこをタコ足にすることです。これ最悪です。耳毛と鼻毛がつながってるレベル。やるべきことは2つ。カバーしましょう。フィッタのコンセントカバーがおすすめです。もしくはコンセントが目立たないペタッと隠れる延長電源タップ。これは私の家でも使ってます。もちろん先端はケーブルボックスに入れてます。充電するものを手に取りやすいところに置く。主にスマホです。スマホ充電用のケーブル、見るも無残な姿で地面に転がってませんか？ダメです。こちらを使ってください。マグネットケーブルホルダー、いつも同じところに先端を止めておくことができます。毎回毎回手繰り寄せる必要もなくなります。私は自宅でも会社でも使ってます。ケーブルはまとめるかはわせる。複数のケーブルがだらーっとあるとみっともない。これはリビングや机の上で置きやすいです。ケーブルはまとめてはわせましょう。ケーブル収納スリーブ、机の下にケーブルをまとめられます。ケーブル結束バンド、見た目重視ならスリーブなんですけど、こう中身入れ替えるのが面倒なんです。そういう人は簡単に結束バンドがおすすめです。ケーブルクリップ、ケーブルが垂れないように固定できます。作業デスクであればモニターアームを使うのがおすすめです。ケーブルをモニターアームに合わせることで机の上広く使えます。リビングも同じような要領で複数のケーブルはまとめてください。床の色に合った目立たない色にして綺麗に這わせるのがおすすめです。配線周りは綺麗に整理するといつもいる家が劇的に過ごしやすくなります。やり始めると意外と時間かかります。試行錯誤もあります。でもそのプロセスも含めてケーブルアートをお楽しみください。最高の一人時間の過ごし方第4位、弾丸日帰り博多旅行。胃袋オーバーキル。大人になったら一度はやってみたい一人旅行。誰にも気を使わずに旅を満喫する。旅館でゆったりダラダラ温泉に入って過ごすのもいいですけど、もっとエクストリームな、人に語れるネタになる攻めの旅行をしませんか。行きましょう。博多旅行日帰り食い倒れツアー。以前は全国に教室を作ったり自治体との提携もあったのでよく他の県に行ってました。いろいろ行った上で日帰り弾丸ツアーをするだったら博多一択。私福岡出身ですけど地元 B 期じゃありません。18歳から東京ですし、嫌いではないけどめっちゃ地元ラブっていうような人間じゃありません。それでも博多一択。なんといっても空港から街が近い、食べ物が多い。ゆっくり過ごさないんだったらエンターテインメントを楽しむってことです。旅における最高のエンタメは食事、つまり食い倒れ。博多で食い倒れましょう。ではもし今私が胃袋限界突破で日帰りツアーするんだったらどこを回るかってお話をします。弾丸ツアーは段取り命。
し、有名店や抑えておきたい美味しいお店に行きたいんだったら早めに計画して予約をしておいた方がいいです。日帰りなのに長時間並ばないといけなかったり、行きたい場所に全然行けなかったりするともったいないです。当たり前ですが、1食目まで何も食べないでくださいね。胃袋が大きくない人は全て超少なめで行きましょう。では出発です。朝7時台の便で羽田から福岡へ出発。着いたらすぐに予約しておいた博多のうなぎの名店吉塚うなぎで食事。本来ならうなぎ一切れでご飯1合いけるところですけど、ご飯は極小にしてもらいます。吉塚うなぎが難しかったら、イカの池作り発祥の老舗川太郎、連続していくのもありです。こちらも予約必須です。ランチだとコスパよくイカの池作りが食べられます。ランチに持ち鍋の有名店山中に行くのもいいでしょう。夜だと1人でも入れますけど、2人前からになります。まあ、食べれない量じゃありません。ただこの山中は銀座にもあります。味一緒です。次は天ぷら平尾天神アクロス福岡店に移動。揚げたての信じられないぐらいサックサクの天ぷらがリーズナブルに食べられます。ご飯に合うおかずが食べ放題で、ご飯行きたくなるんですけど、米は極小にしましょう。ここは予約不可で並びます。並びすぎていたら諦めるのもありです。もうこの辺で苦しくなってくる。休憩のためお茶します。博多でお茶といえば、そう、薪のうどん。丸亀製麺とは全く違う柔らかい出汁を吸ったもちもちのうどん。食べるスピードよりもスープを吸うスピードの方が早いから、どんどん膨らんでいって理論上永遠に食べられます。さっぱりとした薪のうどんで休憩しましょう。薪のうどん以外でお茶するなら大地のうどん。大きいごぼう天と薪のうどんとは全く違う半透明のピカピカツルツルのやや細いうどんが特徴です。どっちも美味しいですが、2択なら薪のうどん食べた後に大地のうどん行ってほしいです。さっぱりしたお茶を飲んだらお腹が空いてきます。博多といえば、そう、豚骨ラーメン行っちゃいましょう。看板がなくバケツが置いてるから営業を判断する名店元気いっぱい。まるでコーンポタージュ、クラムチャウダーのようなクリーミーなとろみのある豚骨スープ、うまいです。麺は少なめにしておきましょう。博多に連れて行くとみんなここが一番衝撃だったと語ります。博多に行ったらラーメンは3店舗はしごしないと行く意味がありません。タクシーで急いで移動します。元祖長浜、豚骨ラーメンの歴史を作ったと言っても過言ではない。博多っ子のソウルフード、元祖長浜。子供の頃から私食べてました。元祖長浜は美味しい美味しくないとかじゃないんです。もうラーメンですらないジャンルであり現象です。出てくるスピード異常に速いです。店に入ったら麺の硬さ聞かれて、座ろうとしたらもう置かれます。多分無理ですが、間に合うんだったら麺少なめにしましょう。もう食べれない、死ぬっていう状態で最後。博多一層、昔は博多ラーメンといえば一蘭や一風堂でしたけど、いい意味で有名になりすぎたという意味で博多でラーメン食べるんであれば一層。本店は並んでることが多いので、すぐ近くにある別の店舗に行くのがおすすめです。それ以外で行くなら新進、本店はめっちゃ並んでることあるので気をつけて、もし時間に余裕がある場合はオンザデッキバーラウンジで一杯やるのもおすすめです。20時半には福岡空港に着いて最終便で羽田に戻る。弾丸ツアーどうでしょうか。実際日にちによって予約取れたり空いてなかったりするので、ちゃんと自分で調べて計画を立てて弾丸ツアー実行してください。腹パンパンすぎて飛行機が離陸できない可能性もありますが、エクストリームで人に語りたくなる最高の一人旅になることをお約束します。今すぐ福岡行きのチケットを取りましょう。最高の一人時間の過ごし方第3位、作業の効率化自動化を極める。きたー。私が一人の時間に最ものめり込んできたもの、作業の効率化自動化のためにパソコンをイジイジすることです。私もともとエンジニアで生産性中毒者です。いかに最小の工数で作業をするか、いかにマウスを触らないか、ルーティン作業をいかに消すか、大好物。そんなの自分はできないよっていう方、できます。今はチャット GPT など生成 AI が使えますので、超簡単とまでは言いませんが、以前よりもかなりハードル下がってます。ちょっとイメージ湧かないと思うので、例えばどんなことをするのかというと、例えば私が激推ししているロジクールエルゴのトラックボールのカスタマイズを最適化する。例えば私はウィンドウを画面半分にしたいときは、このボタンを押しながら右に動かすと移動するようにできてます。キーボードのショートカットでもできるけど、トラックボールでできるのが重要。いちいち手を動かす必要がなくなりますから。もちろんキーボードだけで全部操作できるならそれもいいんですけど、プログラミングしてたらその方がいいかもしれませんが、私の仕事の場合はトラックボールの方が効率がいいです。こういうパソコン操作を自分にとって最適化する、ショートカットキーを覚えるというのも効率化です。例えばパソコンで検索をするときに Google Chrome を使っていてググりたい、マウスをこうやって移動してカチッとやってよいしょって入力していませんか。遅い遅い、コマンド L でしょ、そこは一発でいけますから。こういう便利なショートカットはちょっとググればたくさん出てきます。メモ帳に控えるなどして覚えてください。入力中にカーソルを動かすとき矢印キー使ってませんか。遅い遅い、私はコントロールキーと FBPN で移動してます。こういうちょっとした時短テクって忙しい中ではやる時間ないんですよ。なので一人の時間にこそやる、これ単純に楽しいんですね。ここまで話したのは簡単なもので、ザピアのようなツールツールを連携するサービスを使って自動化する、 Google フォームから申し込みがあった時に自動で Slack や Teams に通知されるようにするとか、 Notion でデータベースに新しくデータを追加した時にチャットツールに通知されるようにするとか、パソコンで仕事をしている人は常にもっともっと楽にできる余地があります。できれば難しくないので基礎的なプログラミングぐらいは覚えて、 Excel をより柔軟に操作
操作できるマクロを書けるようになったり、 Google スプレッドシートや Google ドキュメントを操作できる Google アップスクリプトを書けるようになったり、プログラミングがちょっと分かればできることが一気に広がります。分からなかったら GPT 先生に聞けば教えてくれます。エラーが出たらキャプチャして送ればいいんです。セキュリティは気をつけてくださいね。最近私がやったのはドキュメント共有ツール Notion でプレゼンをできるようにしたことです。ニッチなユースケースであるんですけど、私会社で毎月各事業の責任者が月次総会で発表するんです。今月の数値こうでしたとか、これからこういうことやりますとか、仲間への感謝とか、それ全部キーノートで作るんですけど、作るのめんどくさいんですよ。私たち仕事のほとんどをノーション上でやるので、ノーション以外のところに情報を残していくのが違和感あったんです。全部ノーション上で見たい、プレゼン資料もノーションでやりたいと思った時に、すごく簡単なプログラムですけど、ノーション上にプレゼンスライド風の情報を書いて、これをですね矢印上下で移動できるようにしたんです。プログラム私が書きました、というかチャット GPT が書きました。簡単なプログラムですけど、これによって事業の責任者たちが一生懸命キーノートやパワーポイントで資料を作る必要がなくなったんです。劇的な生産性向上です。今のやり方に興味がある方は少ないと思いますが、一応概要欄にやり方やプログラム載せてます。何この話、仕事じゃないかと思った方、チッチッチですよ。楽しいんですよ、効率化自動化することって。自分の思った通りに効率化自動化できた時、きたー、脳汁プシャー、あなたにも快感を味わってほしい。そもそも基礎的なプログラムを手軽に勉強したいという方、月額制でプログラミング、デザイン、AI など、これからのテクノロジー時代で活躍するためのスキルが身につくスキルカレッジがおすすめです。手軽に始められるので、スキルカレッジで簡単なプログラムぐらいは理解できるようになりましょう。 AI とタッグを組めば誰でもできます。最高の一人時間の過ごし方第2位、生成 AI で曲作り。誰もがアーティストになれる時代。皆さん作曲したくないですか？だけど音痴だし、楽器も弾けないし、楽譜も読めないし、音楽の経験も何もない、どうしよう。心配いりません、もう知識ゼロでも曲が作れる時代なんです。しかもかなりいい感じで。私はカラオケは好きだけど音楽は全く分かりません。太鼓の達人も苦手です。そんな私でもいい感じの曲が作れちゃいます。私は最近スーノという曲を作ってくれる生成 AI サービスにドハマりして、1週間で 4,500 曲作りました。見てもらった方が早いんで、実際どんな感じかやってみます。とは言っても本当にやることはなくて、こちらはスーノの曲を生成する画面です。ここは歌詞を書くスペースなんですけど、東京雨の夜と書いて、あとはいい感じの歌詞を AI が生成してくれます。曲生成ボタンをポチッと押すと2曲できます。すごくないですか？いやでもまだです。ダッサい曲、違和感がある曲ができていたら意味がありません。流します。おお、いいね。素晴らしい。これラジオから流れたら AI って分かんないですよ。少なくとも私は分かんないです。ではここからチューニングです。思った以上にしっとりした曲になりました。ちょっとイメージ変えたいので、曲のテイストをここに間膜切りで書いていきます。そんなの音楽知識ないから分かんないよ。大丈夫、数の上に山ほど他の人が上げた曲があるので、それらを適当に聞いて、あ、これいい感じだなって思ったら、そこに書いてある生成した時のキーワードをコピーすれば同じような曲ができるんです。でここに書いてあるキーワード、生成 AI らしくプロンプトと言いましょう。プロンプトっていうのは AI に何か指示をする時の言葉のことです。そういうのでは基本的にここに書くプロンプトで大きく曲が変わります。では先ほど生成した歌詞でプロンプトを変えて作り直してみます。ポチッと。おー、どうです、いい感じになりましたよね。一応日本語のプロンプトもできます。例えばこれは実際に私の YouTube 動画の BGM として、すでに過去に上げた動画で使ってるやつです。こちらの動画の最後におまけトークとして、私が長岡花火大会に行った時の様子が音楽に乗せてまとめてるんですけど、その時の背景に入れた曲、プロンプトにエモい、日本の夏、 J-POP、シンセポップと入れて生成ボタンポチ押しただけ。この曲は BGM にしたかったので歌詞なし、インストゥルメンタルにしてます。青春、日本、夏、花火というニュアンスのある、かなり私の理想的な曲ができました。生成した曲をカバーして似た曲を作ることもできるし、曲の途中から生成し直しもできます。コストは1曲あたり3円くらい。作るコツとしてはここまでも話したんですけど、プロンプトを頑張ること、ここに入れるキーワードで全て決まります。で私は迷ったらチャット GPT に聞いて、プロンプトを AI に生成してもらってます。120文字以内、英語でこんなイメージの曲を作りたいんだけど、数の用のプロンプト作ってと。
ト。著作権には気をつけてほしいですけど、イメージに近い曲を上げてそれに基づいてプロンプトを作ってもらうこともチャット GPT でできます。ついでに言うと、こだわった歌詞を作る時にもチャット GPT 使えます。英語で韻を踏みたい時とかめっちゃ便利です。というようにしてプロンプト頑張る。でもどんなに頑張っても作ってみてちょっと違うなって思うことがあります。そんな時は2つ目、当たるまでガチャを振る。 AI っていうのはどのサービスもそうなんです。1個をまるっと作るコストが低いので、めっちゃこだわって1個作るんじゃなくて、いい感じになるまで何度か生成をして当たるまでガチャを振ることが大事。どういう場面で曲を作るといいのか、一番役に立つのは私のようなクリエイティブ系の仕事をしている方でしょう。私は先ほど説明した長岡花火大会に行ったおまけ BGM を作ったり、強いメッセージを語る場面で雰囲気を盛り上げる BGM を作りました。感謝の手紙を書きながら、あなたは気づきます。私は一人じゃない、大切な人に支えられている、いつも味方してくれる人がいる、そう心から思えた時に人は慣れを克服して良い人間関係を築けるようになるんです。以前だったらいろんな曲が上がっている素材サイトに行って、そこでひたすらいろんな曲を聴いて結構高いお金を払ってライセンスを買わなきゃいけなかったんです。それも散々やってきましたけど、なかなかいい曲がない。でももう今は探しません。探すより作る方が早いから。課金すれば生成した曲を商用でも利用できます。クリエイティブな仕事じゃない人もプライベートのネタで使えます。私が一番ハマってしまったのは、会社の仲間のうちわネタである人物を表現したラップ曲作りました。やっぱうちわネタが一番面白いですからね。イベントなどでお題を決めて誰が一番いい曲を作れるか勝負をしても面白いはずです。私最近作曲できるこのサービスのことを語っていたら、ファンの方から誕生日プレゼントで曲をもらいました。誕生日プレゼントに曲を送るとか楽しんでもらえるはずです。自分でオリジナルの歌詞を考えて曲にすることもできます。少し注意点を話すと、今回紹介したスーノをはじめとして生成 AI 系のサービスは著作権問題で裁判になってます。一応運営側の立場としては権利関係を守って学習させていますっていうことなんですけど、最後の最後は分かりません。使うのはあくまで自己責任で、曲をアップロードすることもできるんですけど、権利を持ってないアーティストの音源を勝手に上げるのはもちろん NG です。そういった問題があるってことを理解しておいてください。ただね、私としては未来を感じるので一回は使ってみてほしいです。最高の一人時間の過ごし方第1位、プライベートサウナ最も贅沢な時間。最高の一人時間は何かと言われたら、プライベートサウナと言わざるを得ない。あの整い体験は他には変えがたいです。そもそもまだサウナの魅力がよくわからないという人もたくさんいます。私はこれまでたくさんの人をサウナジャンキーに変えてきました。目が合ったやつは全員サウナからの水風呂送り。サウナの魅力がわからないという9割以上の人は水風呂の入り方が甘いんです。1分以下で出てしまってます。そもそも水風呂外気浴を楽しめない、設備が不十分なサウナにしか行ったことない人も多いです。サウナ、水風呂、休憩、適切な入り方をすればこんなにリラックスできてあらゆるストレスから解放される体験はこの世界に存在しない。あるとしたら人生終わってしまうような危ない薬になってしまいます。サウナは持病などがなく適度に適切に入るんであれば健康な習慣です。適度ではなく不適切な例は私です。毎年真冬になると130度のテントサウナなど4度の川にダイブ。どう考えても体に悪いから絶対にやめた方がいいです。今年は北海道の氷が張ったところに穴を開けて飛び込むつもりですけど、おすすめできません。異次元の整いと引き換えに 50% くらいの確率で心臓止まります。話を戻して、私はサウナの魅力がわからないという人にこそプライベートサウナでの一人時間をおすすめしたい。他人のいないプライベートな個室っていうのが重要なんですよ。他の人がいない、誰にも邪魔されない、一切気が散らない環境でのサウナはまこなり調べで3倍以上リラックスできることが明らかになってます。大衆サウナの良さもありますよ。良いところもいっぱいある反面、人気のところは混んでてすっぱだかで行列に並ぶ必要があります。たまにマナーの悪い人がいます。くっちゃべってる人、汗を流さない人、びちゃびちゃのタオルが敷いてて衛生的じゃない場所、ぎゅうぎゅうすぎて狭すぎる場所、水風呂が汚い、狭い、休憩場所がない、どこかしらマイナス要素があるものです。気にならない人はいいんですけど、私みたいな神経質なタイプはちょっとでもマイナスポイントがあるとそればっかり気になってリラックスできません。そんなあなたに一人時間としてプライベートサウナをおすすめしたい。プライベートの空間で音楽や YouTube の音声を流しながらでもいいけど、私の激推しは無音かヒーリングミュージックのみ、完全集中サウナ。せっかく一人なんだ
だからスマホからもう離れて自分と向き合う時間にする。何も持たずにテレビもないサウナ空間に入ると最初の5分くらいは暇だなとそわそわしてしまう病気なんです。何かに注目してドーパミンを出し続けないと落ち着かない病気。そこをじっと我慢して体が温まる感覚に集中していると5分経過したくらいからドーパミン中毒の脳が落ち着いてきます。まるで水平線が続く海と空を眺めているような心の落ち着き、気分が良くなってくるんです。仕事のことプライベートのこといろんな妄想が頭をよぎるけど慌てずに観察するとスマホを見るだけでは得られない面白いアイデアが浮かぶことも多いです。サウナに入って10分15分、もう十分に心拍数が上がったなと思ったら無理をせず水風呂にダイブ。ここから1分以上数える。後頭部を冷やすのがコツです。これやると全然違います。足先を出すとしんどくなりません。水風呂冷たくて入れないって人は体全部が冷たいんじゃないんです。足先が冷えるから辛いんです。頭をつけられないところであれば冷たい水で何度も頭から水浴びするのがおすすめです。体の水分を拭き取ってリクライニングチェアで整う。ライトが眩しくないように目を覆うのもおすすめです。スマホは一切見ない。椅子に座って10秒くらい経つとガイアと一体化します。地球が私で私が地球、すべての悩みストレス執着から解放されます。悟りすぎて瞬間風速釈迦超えます。個室サウナのネックは価格、都内の相場でいうと1時間5000円前後が多いでしょう。何万円もするとこもあります。貸し切りなんで大衆サウナの4倍から5倍以上はしてしまうんです。だから毎日使うというよりは最高の整いリラックスを決めるご褒美として使うのがおすすめです。でもどこのプライベートサウナに行ったらいいかわからないという方、自分のお店で大変恐縮ですが、私はいろんなサウナに行った上でバーサウナのサウナは一番整うと心からおすすめできます。普段は会員制でビジターの利用をお断りしているのですが、この動画を公開した特別企画として人数限定でバーサウナを体験できるキャンペーンを用意しました。興味ある方は概要欄からバーサウナの公式 LINE を友達追加して体験会とお送りください。期間限定なのでお早めに。最後まで動画を見てくれて本当にありがとうございます。今回の動画面白かった、役に立ったという方は月額有料マガジンインサイドストーリーズがおすすめです。4年間1日も欠かさず仕事人生に役立つ話を配信しています。昔ちょっとやってみたけどやめちゃったという方も数年前より今の方がはるかにクオリティも上がっています。1週間無料試してみてください。これからも役に立つ動画を一生懸命作っていきますのでチャンネル登録忘れずにお願いします。今回ご紹介したサウナ&バーバーサウナの体験キャンペーン概要欄から忘れずにご覧ください。では今回の話を復習していきましょう。最高の一人時間の過ごし方、第10位マーラータンを自作する、第9位寝る前 20ml のウイスキーストレート、第8位足つぼマッサージに行く、第7位観葉植物巡り、第6位ネカフェで10巻以内で読み終えられる漫画を一気読みする、第5位家中の配線を整える、第4位弾丸日帰り博多旅行、第3位作業の効率化自動化を極める、第2位生成 AI で曲作り、第1位プライベートサウナ。最後まで見てくれて本当にありがとうございます。これからも人生にサプライズをテーマに動画を上げていきますので応援よろしくお願いします。よかったら目トークもご覧ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。おまけトークです。最近流行りのアートバーなるものに行ってみたんですよ。正直あんまり行きたくなかったんです。アートバーが嫌いとかじゃなくて、私作品作りに取り組み出すと本気になりすぎちゃって、アートバーってこうお酒とかお菓子つまみながらお絵描きするというか、アクリル絵の具とかで絵を描く体験なんですけど、だいたいお題があってそれに沿って絵を描いたり作品作っていくんです。私行ったらね、もう命かけて作っちゃうなと思って、手を抜けないんですね。もう本気でもう人生を変える作品作るぞぐらいの気持ちで、何の技量も知識もなくてもやっちゃうんで、もう行ったらやばいだろうなと思うんですけど、私の仲間がね、行きましょうってもう何度も言うんで、まあしょうがない行くかと思って、まあ大体2時間ぐらいの講座だったと思うんですけど、案の定ですね、私本気になっちゃいましたね。いや全然ね絵とか上手くないんですけど、上手くないなりにここにいる誰よりも独創的で自分が納得するものを作りたいって思って、先生がね見本を書いてるんですけど、それに対してみんな質問してるんですよ。ここどうやったら上手く描けますかって、まあ、大前提自由に書いていいんですけど、みんなどうやったら上手く描けるかを質問するんですけど、私は別に、ね、何も言わないんですけど、心の中ではアートをやるのに人にアドバイス求めてんじゃねえと、自分が思う作品を思うように作ればいいんだよと、
それ心の中で思ってるだけですよ。そんなことを思いながら、先生の言ってるまずこれを書きましょうみたいなものを一切聞かず、いや、和は乱してないと思いますよ。ただちょっと離れた席には座ってましたけど、もうそこで2時間中1時間半お題が都会の景色だったんです。マコの思う表現したい都会の景色をもうひたすらコンセプトまとめて、こうラフ案とか作って、もう最後の30分でみんなほとんど仕上げに入ってる中で初めて書き出すっていうね。でものすごい距離、うわーっとアクリルの具で書いて、お金払って黙って帰りました。インストラクターの方はこう思ったでしょうね。あいつ何しに来たんだろう。